ねえねえ、なんかさ、前さ、力丸に2年間片思いしてたじゃん。じゃないですか。それね、よくなんか DM とかで来るの、なんかどうやってアプローチしたんですかみたいなのとかが結構来るんだけど、なんか自分的にはもう全部やったつもりなの。自分にできる全てのアプローチをやったつもりなの。なんか他にできることないかなとかじゃなくて、やり尽くしたみたいな感じで、どれが良かったのかわからないんだよね。どれが一番力丸にグサッときたアプローチだったのかなみたいな。でもさ、心を射止めるってそういうことじゃん、だから何が一番良かったのかなと思って、いやー、てめえの心臓ぶち抜いてやるぜ、ぶち抜いてやるぜ。ごめん、真面目にやるわ。例えば今までマイがそのアプローチっていうか、その力丸に対してしてきたことで一番ごめん、アプローチに聞かれるの。じゃあその一番してきた、マリがしてきた行動の中で一番もキュンってなったその何かものって何なのかなと思って。え、それはあれじゃない、やっぱりそのなんか俺のことを本当に大切に思ってくれてるから、そういう行動になるんだなっていうのが、なんか結構俺の心臓には刺さったかなと思う。例えば、ね、なんか就活の時にさ、なんかメンタルがやられてる時とかに、なんかそのそばにいてくれたりとか、あと伊勢神宮にさ、なんかあのお守り買いに行ってくれてさ、私もそれ行ったね。で、こうやってお祈りしたんでしょ、お祈りした、お予言は誠であったとか言ってやるやんか。で、そう、だからそれでなんか俺は結構なんか救われたなっていうのがあるし、そんなことしてくれんのみたいな、って思ったから、あの、いいと思ったよ。いいと思ったとは。いや、あの、心にこう、キュンときたよ。来たし、あと、大学でさ、お弁当作ってくれたりして。あれもさ、なんか、なんだっけ、あの授業の合間に、あのすぐ食べれるように、なんかコンパクトな感じにして、なんか食べやすいのを作ってたりとか、あれもすごい嬉しかったし、だってさ、あの朝さ、俺が一限の時とかもさ、俺より早く起きてさ、作ってくれてたじゃん、あれとかもさ、ね、みたいな、俺だったら絶対作れんわと思って、やっぱなんかそんなに大事に思ってくれてるんだなって思って、ああいうとことかもキュンときたな。そうなんだ。やっぱさ、その辛い時にさ、支えになってくれるとさ、やっぱ落ちるよね。え、でもじゃあさ、これ相手が辛い時じゃない時はどうしたらいいの？でもあれじゃない、やっぱりその、やっぱ恩着せがましいのは良くないからさ、けど、なんか長期戦がいいんじゃない？長期戦きついぜ、片思いって本当にきついぜ。いや、それは申し訳ないけど本当にきついんやって、もうメンタルがやられる、長期戦って。そうだよ、ね、あ、分かるよ、長期戦がいいのは結構分かるんやけど、辛いなとは思うけどね。申し訳ない、ほんと。もう今タイムマシンがあったらさ、タイムマシンに囲んでもらってこう俺をこうぶん殴って、バカ野郎そいつだーって言って運命のやつはみたいな言ってると思うよ。本当に？だから、あの、なんかその一番こう、好きって確実になるようなものってないのかな。そんな魔法のチンからホイみたいなやつはないでしょ。あ、そうなの。まあ、あとはやっぱりパワーが違うよね。え、どういうこと？なんか、私を見てくれっていうのではあるんだけど、なんかちゃんと俺のことを俺が第一優先に考えた結果、その行動をしてて、それがすごい熱量でやってくるみたいな。ああ、やっぱパワーみたいな。あ、パワーね。もうなんか暴走特急みたいな。なるほどね。目的地はめっちゃ早いよみたいな。そういうのってさ、でもめっちゃ重くなかったの？なんかお弁当作るとかさ、その、お祈りしに行くとかさ、結構重いじゃんか、ぶっちゃけ。重いっていう人も結構多いと思うんだよ。
まあ、そういうのはさ重くなかったの？まあ重いっていう人もいるかもしれないけど、うん、俺は可愛いと思ったけどね、愛おしいと思ったよ。なんで？なんで？うん、なんだろう。だって自分のために、うん、そのさそんなにやってくれる。うんうん、しかも笑顔でさ、うん、ニコニコでさ、うん、やってくるからさ。どうやって？いやこうやって。おめでとう来たよみたいな。お祈りってきたから大丈夫だよみたいな。ちょっと俺はね笑顔下手くそだからできないけど、うん、このね太陽のようなね、うん、笑顔でこうバーンって照らされるやん。だからもう枯れていた植物をこうやって元気になるやん。そしたらまあ収穫も楽勝みたいなね、うん、つまり愛してる。愛してる。愛してる。ママも愛してるよ。